皆さんこんにちは。今回の速報健康ナウは消化器の話をしていきたいと思います。消化器っていうのはいわゆる胃だったりとか腸だったりとかいわゆる食べ物を消化して、分解して吸収する、そういった場所のことを言うんですけども、この消化器っていうのは季節の変わり目だったりとか体調の変化にすごい敏感に反応するところでもあります。季節の変わり目だと、体自体が例えば、冬から夏にかけての間っていうのは冬の体から夏の体に変わっていくんですよね。その時に、中の内臓の働き具合だったりとか脂肪の量とか筋肉の分厚さとか血流量いろいろなものが変わってくるんですよね。それで、冬の方は 寒いんだったら寒いのに耐えれるような体、夏だったら夏場の暑いのに耐えれるような体にしていくようになってるんですけども、その調節期間の間に内臓自体も微妙に動いたりするんですよ。それが正常な位置に来れば問題はないんですけども、思った以上に例えば下がりすぎていたりとか上がりすぎてたりすると急に体調が悪くなったりっていうのがあるんですね。よくあるのは下に下がりすぎたりとかして内臓が圧迫されて消化不良を起こしてしまうっていうパターンが結構あります。逆に上に上がりすぎたりとかするとこの肺を圧迫してしまって、呼吸がしにくくなったりとか、あるいは心臓の動悸ですね、ドキドキするのが速くなったりっていうのもあります。で、こういうのがずっと続いたりとかすると非常にしんどくなってきたりするんですよね。そして内臓的なものだったりとか体的な異常っていうのがすごい出てくるんですけども、もう一つね、精神的にも白く疲れてしまうっていうのがあります。体の疲れ、例えば筋肉痛とかそういう疲れっていうのは寝てたりとか安静にしていると治ってくるんですけども、この内臓の疲れっていうのはなかなか取れにくいものがあって、寝ていたら治るかっていったらそうでもなくて、それがずっと続いてくると今度は精神的に落ち着かなくなってきてしまうのがあるんですね。何か特別な病気にかかってるんじゃないかとか、一生このままで例えば物が食べれないんじゃないかとか、すごいこう悪い方向へ考えてしまいがち、なのが内臓の痛みだったり異常だったりするんです。でそれをなんとか回復させていかないといけないんですけども、それをどうしたら治っていくかっていうと、この内臓を正常の位置に戻してあげたりとか、体が変化している時に、スムーズに変化できるような体に、していくっていうのが一つ重要なポイントなんです。で今回は、自分でそれが何とかできないかっていうので、ちょっと教えていきたいのが手のツボを使うんですね。いわゆる手三里っていうところです。ここですね、この部分、肘のちょっと下の部分なんですけども、ここを刺激すると内臓っていうのが動き出してきたりするんです。で、ここの刺激の仕方をただ押すだけではちょっと物足りないというか、正常な刺激はできないので、そのやり方をちょっと教えていきたいと思います。手をですね、基本的に悪くなってくると、内の方にこうねじれてくるんです。ねじれてくるのをなんとか広げてあげるっていうのが基本的に大切なことになるので、反対の手でやっていくのがいいです。で、さっきも言ったようにねじれてくると内の方に入るので、これを外の方にまた押していかないといけません。その時に手をこう反対の手でこう持ちますよね。持ってこっちの親指の方で上に押し上げていきます。こうなっているのをこう押し上げて、それと同時に反対側の手の方でいかないように押さえつけるような感じですね。だからちょっとこう拮抗している動きになるんですけども、こっちは上げる、こっちはここで固定してあげるっていう感じ、ちょっと握るような感じで刺激をしていきます。で、この状態で、手の方を外の方にこうやって動かしていきます。こんな状態で、ね、できれば手を伸ばした状態でやってもらった方が一番効果があります。
これを左右やっていくんですけども、その刺激によって、ここの消化器の方に刺激が入って動かしやすくなってきます。そしてちょっとした余談なんですけど、ここの部分っていうのはよく刑事ドラマとかでなんかこう凶器を手に持ってて、刑事がバッて来て手を押さえつけた時にバンって叩いたりするとパッて手を離したりしますよね。それで凶器が飛んでいって、無事だけ逮捕になるとかいうみたいな、そんな刑事ドラマあったりするんですけども、実はここっていうのはボンって叩くと手をパッと開くっていう反射の部分でもあるんです。たまに何かを持ってて手が離せなくなる方、緊張して手がグーってなってしまって力がやたら入る方っていうのも、実はここの方が関係しているので、今みたいな運動をやっていくと手の方に変に緊張が入らなくなるんですね。そういったところでもあるので、もし緊張するときにやたら手が力が入ったりとか、もう落ち着かないみたいな方、ぜひこれを試してみて、やってみてください。